皆さんこんにちは、ジャスミンアリスです。はい、今日は、なんだろうな、身の回りに気になる人がいる人の話をしますね。で、どういうことかっていうと、例えばちょっとこう皆さん周囲に鼻につく人っていますか？鼻につく、気になる人っていますかね？なんかあいつのなんかああいうとこちょっとなんか、まあ、最初は例えばなんかんっていう感じでも、だんだんこう一緒に過ごしていく中で、なんかちょっといただけないなみたいな、なんかなんかなんでそんな動きするみたいな、なんでそんな反応すんのとか、なんでそんな言動になるのみたいなことってね、あるかと思うんですけど、今日はそんなその気になる人の、まあ、なんで気になるかっていう理由をちょっと話したいと思います。結論から言うと、その気になる人の気になる部分って実は自分の中にある気になってる部分なんですね。で、ちょっとこれ嫌だなって感じあると思うんですけど、例えばね、ダイエットがこう頑張ってね、取り組んで成功した人がいるとするじゃないですか。そうすると頑張ってダイエットして、そういう人って身の回りにいるこう太ってる人なんか嫌だなって思うんですよ。嫌悪感で、その人が結局はその、ね、ちょっと前の自分だったりするから、ちょっと前の自分を見てるみたいで嫌だなみたいな感覚って、ね、出てくると思うんですね。で、大切なのは、じゃあその気になる人のね、気になる部分っていうのを、じゃあどうしたらさ良くなるかっていう話なんですけど、これって実は、まあ、方法は一つしかなくて、自分がその自分自身の中にその弱さとかがあることを認めて許してあげることなんですね。で、結構まあ言葉で言うのは簡単なんだけど、実際やるのは難しいっていうのはすごい分かります。私もすごい思えたる節があるので、ただじゃあどうやってね、その自分の中の気になる部分っていうのを気にならなくするかっていうことなんですけど、これはまあ別に方法がね一通りしかないわけじゃないんですけど、私が結構おすすめなのは、まず自分自身が弱い存在だってことをまず認めて、だから弱さは誰の中にもあるっていうのは当たり前だってことを認識した上で、自分のそのじゃ弱いところをちょっとこう頭に思い描いてね、でちょっとこう4つの、まあ、キーワードというかを捉えてほしいんですね。でそれが、ごめんなさい、許してください、ありがとう、愛していますっていう、この4つを唱えながら、結局その自分の中にあるこう弱さだったりっていうのを、まあ、浄化するイメージというか、こう流していくっていうか、で結構その最初は難しいと思うんですけど、これができるようになると、まあ、結構いいのかなって思ってて、そうですね。でその、まあ、相手の気になる部分っていうのって、結局その人が自分の気になる部分を見せてくれてるわけなんですよね。人間って一人で生きてたら自分の弱さにも気づけないし、もちろんそれと同じようにね、強さというか長所にも気づけないものなんですけど、だから言ってくれて、見せてくれてる、ありがとうみたいな浄化するきっかけをくれてありがとうみたいな感じ で、でなんでこういうふうに思うかっていうと、まあね、物事って両面性があるというか、二面性があるというか、内側と外側みたいなね、黒と白、陰と陽みたいな感じでそうそうそう、なので外側の問題を見つめると同時に、内側の問題も同時にこう見てあげるっていうか、浄化するっていうイメージで課題に向き合っていくといいんじゃないかなって思います。ちょっと今日は長くなったし、真剣な話題だったんですけど、見てくれてありがとうございました。じゃあまたお会いしましょう。バイバイ。もしよかったらチャンネル登録よろしくね。